皆さんこんにちは、レッツハドルのヒデボーです。今日はですね、ついにアップセットを起こしたあのチームが最強のあのチームに挑むというゲームについて、見どころを紹介していきたいと思います。いっちゃいましょう。紹介はヒデボーによる独断偏見による情報が含まれています。協会や連盟、各チームとは関係なく個人的にしているものなので尊敬ご理解ください。今日ご紹介する試合はオービックシーガルズ対東京ガスクリエイターズ、10月17日日曜日14時富士通スタジアムでキックオフのゲームです。でこの2チームの対戦なんですけど、現在、3勝0敗無敗の、前年度王者オービックと1勝2敗の東京ガスクリエイターズということで、この数字だけ見たらね、オービックの方が強いんじゃないかとパッと見思うと思うんですけど、この東京ガスっていうチームはですね、今年新しいクォーターバックを迎えて大変強くなっているチームです。なんといっても前節ですね、エレコム神戸ファイニーズと2019年度4位のチームですね、実力的には上のチームを倒してですね1勝2敗ということになっています。2020年2019年と60点以上オービックが取って勝ってるという形のこの対戦なんですけど、全く別のチームに東京ガスがなってきてるので、この試合もぜひ注目してほしいと思います。注目ポイントです。なんといってもですね、東京ガスにいる、ジャロット・エヴァンス選手ですね、勢いに乗ってる怪物と言ってもいいと思います。正確なパス、そしてスピードがあるパスですよね。ロングパスでもかなりの、球の勢いでいっちゃうので、なかなかディフェンダーもついていけないというような素晴らしいパスを投げるし、自分で持って走ってもですね、もう倒れ込んで簡単に5ヤードぐらい取っちゃうというような、このエヴァンス選手をいかに攻略していくのか、これ注目ですよね。で一方の東京ガスは、オービックのですねパスプロテクション、こだわりを守るブロックですよね、オフェンスラインの、これがめちゃくちゃガッチガチでですね、ロックレイ選手余裕でこの2試合投げてきてるんですよね。そんなスマートに、ボールを投げれているロックレイ選手にプレッシャーをかけられるのかですよね。このパスプロをぶち破ってプレッシャーかけれるのかっていうところもあって、両チームかなりタレントが揃ってるので、攻守の1対1、マッチアップにも注目の一戦かなというところで思っています。お互いのクォーターバック活躍できるかというところはあるんですけど、それを支えるラインですよね。まずはライン面、そして、ボールを投げた後キャッチできるのかというところではレシーバー陣、そして要所でのランプレーというところで、いろんな、オフェンスのプレー、それに対してディフェンスがどう止めるのかということを考えながら、見るととても面白い試合かなと思います。注目選手挙げてみました。ちょっと今回なかなか面白い紹介になってるんじゃないかなと思うんですけど、まずオービックシーガルズはオフェンスでランニングバックの望月選手を取り上げてるんですけど、キャッチコピーとしてブルドーザーモッチと書かせていただきました。リスペクトを込めてですね。望月選手はですね、甲子園ボールでも MVP を韓国試合に獲得するなど素晴らしい選手なんですけど、今シーズン特に開幕週から非常にいいプレーを見せていてですね、望月選手のブルドーザーというのはどういうことかというと、もう当たられても当たられても引っ張られても掴まれても何しても引きずって前にどんどん行っちゃうっていうことですよね。しかもこのモッチーのですね、体格がですね、身長175センチ、体重94キロという、もうランニングバックのサイズじゃないと、先日、野島相模原大戦の解説でも、もうディフェンスラインがボール持って走ってるようなもんで、タックルスローが怪我しちゃうんだっていう話もありましたけど、もうそれぐらい、もう見てて気持ちいいような、ガツンと当たりながらどんどん前に進んじゃうっていう、そんなモッチー注目ですね。一方の、東京ガスクリエイターズですけれども、ディフェンスライン91番、法政大学出身の吉田香織選手を取り上げています。でこちらは破壊神香織ということで書かせていただきました。どういうことかというと、前節のですね、エレコム戦でオフェンスラインをガツンと突き破って、すごいサックを 1.5 サック上げるというところで、それ以外にもですね、数字現れないところでも、めちゃくちゃプレッシャーをかけてですね、もう最高に、今勢いがあるディフェンスラインじゃないかなと思ってます。そんなこの吉田選手の体格が
身長176センチ、体重96キロっていうことで、いや、ほぼ望月選手と体格一緒やないかっていうのもちょっとこれ調べてて驚いたんですけど、まあそんな、まあ、吉田選手がどんなプレッシャーをかけてくれるのか、オフェンスのプレーをいかに破壊してくれるのかっていうのは楽しみですし、もしかしたらこのモッチーがですね、ボールを持った時に破壊神カオルが止めるみたいな、この最強対決みたいなことが見られるかもしれないというところで、ここのマッチアップも注目ですね。ちなみにですね、この吉田カオル選手、東京ガスのホームページを見てみると、前世は何でしたかっていうちょっと不思議なプロフィールの質問があったんですけど、さつまいも農家と答えておられました。それぐらい、芋が大好きだということで、差し入れお待ちしてますということだったので、ファンの皆さんこぞってですね、芋を届けてください。まあ、そんなあの各チームのホームページ、そういう面白い要素を見つけるのも X リーグの見どころかなと思います。ということで、得点勝敗予想です。まあ、東京ガスの勝ち予想にしたかったんですけど、これまでの試合の感じを見てると、やっぱりオービックがね、勝負どころ分かってますね。一人一人の選手が勝負どころ分かって、しっかりそこで得点を上げると。前節の野島戦でもですね、ターンオーバーで、相手からボールを奪ったシリーズに関しては必ず、得点、タッチダウンに結びつけてるというシーンもありましたし、まあ、あの、要所要所で、ビッグプレーを出してオービックが勝つんじゃないかなと思っています。ただ東京ガスもかなりこのオービックを苦しめるというところで思うので、ワンポゼッション差、ワンタッチダウン差ぐらいの展開で勝負が決まるような展開かなと思います。それぐらいエバンス選手ですね、日本人選手ともタイミングは合ってきてます。あの、東京ガスのレシーバー陣の落球がちょっと前節は気になりましたけど、そこがクリアできれば、この24点さらにそれ以上上げてオービックを倒すということも全然夢じゃないというところにまで来てると思うので、オービック対東京ガス、どれぐらい、東京ガスが迫っていけるのか、そういったところを見ていきたいなと思ってます。ネクストハードル、他の、試合の予定です。 IBM と富士通の試合が10月16日に予定されています。そして、10月17日の日曜日の3時からは、野島富原ライズとエレコム神戸ファイニーズが、こちら大阪府のエキスポフラッシュフィールドであるというところなんですけど、実はですね、この野島相模原ライズ対エレコム神戸ファイニーズの試合をですね、あの人たちと、私が一緒に観戦に行っちゃいます。NFL の YouTube チャンネルでおなじみ、フィフスダウンチャレンジのオノスキンさん、フジャースさんとヒデボーで一緒に X リーグ観戦に行っちゃいます。イエーイ、やりました。ついにオノスキンさん、フジャースさんと初ですね、お会いすることができるということで、めちゃくちゃこれもうお会いするだけでも楽しみなんですけど、なんとですね、このエレコムと野島の試合をお二人と一緒に見るという夢のようなね、展開が待っておりました。はい、ありがとうございます。本当に、いや、フィフチャレのお二人ほんまにね、あのテンションが好きなんですよね。あのちょっとたまに意味わからんことをおっしゃってたりするんですけど、あのというのが前ね、あのアメフト YouTuber 行かれてるみたいな話をチャンネルでされてた時に、ヒデボーがね、あのラインバッカー、全ラインバッカーにタックルされるっていう企画やるとかいう話があったんですけど、死んでまうわっていうね、あのそんなちょっと強烈なボケをかましてくるお二人なんですけど、あの本当にアメフトの知識が豊富なオノスキンさんと、完成歴1年ぐらいですけども、もう知識量がやばい、もうどんどんアメフトにハマっていってるフジャースさん、このお二人と X リーグが見れるっていうのは僕幸せですね。ちょっとフィフチャレのお二人に X リーグをの魅力を、僕も頑張って伝えていきたいなと思うので、ぜひぜひオノスキンさん、フジャースさんに、あの X リーグファンとしてのメッセージとか、あるいは NFL ファンですよっていう方も、あのこういうこと聞いてみたいとか、いろいろあればコメント欄とかにもお願いします。オノスキンさん、フジャースさん、会えるの楽しみにしてます。これね、このポーズね、ということで、いずれの試合も X リーグ TV の方で配信もあるので、ぜひそちらでもチェックしてみてください。今日紹介した、またオービックとね、オービックの試合ばっかり取り上げとるやないか、ヒデボーというようなご批判がもしかしたらあるかもしれませんけど、それだけやっぱりオービックを倒せるんじゃないかっていう、こう、チーム力がある、チームが出てきてるっていうことは、
ある。それでも、前節の野島戦を圧倒したようにですね、24対0と結果的には、スコアとして圧倒したように、やっぱり盤石な強さを持つオービックというところの対戦というのは、これ見どころになっちゃうんですよね。どうしてもちょっと注目せざるを得ません。すいません。ということで、オービックと東京ガスの試合、まず楽しみにしたいと思うと同時に、エレコムと野島の試合についてはですね、ちょっと X リーグの紹介と合わせて、小野スキンさん、藤原さんにいろいろお伝えできたらと思ってるので、そんな様子も、今後また動画でアップできたらと思ってます。久々の現地ロケっていうような、企画になってくるので、僕も楽しみにしております。それでは皆さん、今週も見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録やいいねもよろしくお願いします。ありがとうございます。